このビデオでは G ブラシで作成したスカートに Cinema4D のクロスシミュレーションを使ってフリルを追加します作成するのはご覧のようなフリルになりますまずは 5G を使って Cinema4D にスカートのモデルを転送するためにスカートとフリルだけを表示させます表示のみのボタンを押して Cinema4D に転送しますシネマが これはレッドシフト用のマテリアルが割り当てられているからですレンダラーをレッドシフトに変えるとポリペイントの色で表示されますスカートと当たりとして作成したフリルの2つのオブジェクトをインポートしていますがシミュレーションしやすいようにトポロジーの整ったスカートのメッシュをコピーしますまずポリゴンモードに切り替えますループ選択ツールを使って裾のポリゴンを選択しますポリゴンのコピーを行いますが コピーは Ctrl キー、プラス C キーか、編集メニューのコピーからできます。次に、あたりのフリルのモデルを選択してペーストします。元のあたりは不要なので、削除します。次に、コピーしたポリゴンを移動ツールを使って、スカートの下に来るように調整します。位置関係を把握するため、4分割ビューにして調整しましょう。シミュレーションを行うには、 メッシュが粗すぎるので、細分化コマンドでメッシュを細かくします。曲線を保持するため、サブディビジョンで分割にチェックを入れ、繰り返し数を2にします。まだ粗いので、繰り返し数を1にしてもう一度細分化します。見やすくするため、スカートは非表示にしておきましょう。これからシミュレーションを行いますが、 そのままシミュレーションすると下に落下してしまうためシミュレーションしたいポリゴンを頂点マップで指定しますその他タタググから頂点マップタグを追加します。次にポイントモードにしてループ選択で裾そのポイントを選択します選択メニューから頂点マップを記録を選びます。値を100%にして OK を押すと選択部分の頂点マップが100%になります。 黄色の部分がシミュレーションされ赤い部分はシミュレーションされませんこの範囲を広げるため頂点マップタグをダブルクリックして編集モードにします範囲を広げるにはモードをにじみにして不透明度を10%にしますすべて適用のボタンを何度か押すと範囲が広がっていきます上の方まで黄色くなったらモードをスムーズにしてスムーズを3にして すべて適用を押して頂点マップを滑らかにします。では、シミュレーションタグからクロスタグを適用します。アニメーションの混合タブを選び、位置に制限にチェックを入れ、マップ欄に頂点マップタグをドラッグドロップします。モデルモードに切り替えて、アニメーションを再生してみましょう。ご覧のように上部は固定され、裾がクロスシミュレーションされているのがわかります。 スカートを表示させておきましょう。フリルにしたいのでサーフェ c スタブにある長さのターゲットのマップ欄に頂点マップタグを適用しします。そして、長さのターゲットを150%にして再生しますこうすると頂点マップの黄色い部分の長さが150%になってフリル状になりますただ急激に長くなったのでシミュレーションが破綻してしまいましたこれを解消するために、 長さのターゲットはアニメーションさせます。フレーム0は100%、フレーム30で150%になるようにします。フリルが広がったことで、スカートと交差しているところがあるので、スカートに衝突タグを割り当てます。シミュレーションタグから衝突タグを選びます。反発は不要なので値を下げておきます。スカートの内側にフリルがあるので、衝突判定面は裏にします。 フリルになりましたが、メッシュがガタガタです。これはフォンタグのフォン角度で修正できます。これでもいいですが、フリルに広がりを持たせたいので、シミュレーションの設定を調整しましょう。属性マネージャーのモードメニューからプロジェクトを開きます。シミュレーションタブのシーンにある重力を例にして再生してみましょう。ふんわりとした感じにはなりましたが、もう少し外側に広げたいところです。 そのためにシミュレートメニューのフォースから引力モモデディィフフファァイイをを追加ししままます。す。リルのところまで移動します引力は名前の通りその位置に向かってクロスが引き寄せられますが引力にマイナスの値を入れるとそこから外側に向かう力がかかります。 あとは、気に入った状態になるまでパラメーターを調整します。この状態でもいいですが、もう少しフリルを細かくしたいので、メッシュをさらに細分化します。フリルが細かくなりましたが、広がりすぎたので、重力や引力を調整します。 計算が早いので、アニメーションを再生しながら調整が可能です。 気に入った状態になったらそこでアニメーションを止めます。形状を確定させるには、シミュレーションしたオブジェクトを選択して、オブジェクトマネージャーのオブジェクトメニューから、現在の状態をオブジェクト化を選びます。そうするとその状態で別オブジェクトとして複製されます。シミュレーションされないように、クロスタグは削除します。元のシミュレーションオブジェクトは非表示にしておきます。 メッシュの状態を確認するため、ビューポートを線表示にします。メッシュが細かすぎる場合は、スカルプトの逆分割が便利です。メッシュメニューのスカルプトから逆分割をサブディビジョン分割されたオブジェクトに適用すると、別のスカルプトオブジェクトが作成されます。 これをスカルプトレイヤーマネージャーで分割数を減らすことができます。分割数を減らしたら、ツールメニューからポリゴンコピーを作成を選ぶと、その分割数のオブジェクトが作成されます。スカルプトオブジェクトの方は非表示にしておきましょう。これでローポリのメッシュができました。 これに厚みをつけるために、クロスサーフェイスオブジェクトを作成して、その子供にします。分割したくないので、分割数は0にします。厚さの値を増やすことでポリゴンに厚みをつけられます。方線方向に押し出されるので、スカートと交差してしまう場合は、マイナスの値を入れると内側に押し出されるので、交差しません。ただし、方線方向が逆向きになってしまいます。 これを修正するために、編集可能にして、方線を揃えるコマンドを使います。全体が判定している状態なら、方線を反転コマンドで直します。あとは、ゴージーエクスポーターを使うと、G ブラシにこの形状を持っていくことができます。ダイナミックサブディビジョンを使えば、ご覧のように滑らかになります。 元のシーンに戻したい場合は辺りにしていたオブジェクトを使ってエクスポートしますシミュレーションして厚みをつけたポリゴンを全てコピーして辺りにしていたオブジェクトを選択してペーストします辺りだったポリゴンは不要なのでポリゴンをダブルクリックして選択してデリートキーで削除しますあとはゴージーエクスポーターで戻すと元のシーンに戻りますメッシュトポロジーが変更されましたというダイアログが出たら EA を選びます。ご覧のようにたりにしていたメッシュと差し替えることができました Cinema4D の強力なクロスシミュレーションを使うと服のモデリングを簡単に行えます。こんなふうに大きなフリルもいろいろなパターンで作成できます衝突判定のオブジェクトを使ってベルトのような表現もできます。 布のドレープもとてもきれいに出ていますね。ぜひ皆さんもシミュレーションを使ったモデリングを試してみてください。